が臭えんだよ。目障りだ。俺が来んのは堂島組の桐生一馬だ。東郷クレジットの社長に。うちの社長は。じゃあこの人数は。ああ、こっちはいい加減。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ社長。じっくりや。話？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい近づくな！俺はあんたをはめる気なんてなかった。そいつを頼んだ。その人は、あ、クセの、あ、何の話だ。キリュウ、お前何やってんだ。あ、殺に実施量に言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ！ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっとあっ、ごゆっくり。俺
ぞ。いい機会だ。おめえと錦山は、ただな、どういう拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。頭のためなら命も。そろそろ本題に入る。キリュウ、何殻の一粒の話はしたな。だがそのために必要なのある情報。ああ、お構成員2万5000の搭乗会、その直系堂島、それにやっぱりさあな、俺に着くか、もう先のねえクセな兄貴。なんだあんた、賢いつもりで立ち回って何？俺のこともおやっさんのこともガキが、この俺を敵に。覚悟ならありますよ。風間組の事務所だ。天下一通りの風間組。今柏木さん、南西柏木さんは。なるほど。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島が。ああ。医療費？そいつは直接。わかった。実はな、お前クゼの兄貴からさっき俺もすぐ。すいません、柏木さん。あの、ロング。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。
そっから先何が。ええ、空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。つまり錦、面倒なことになったな桐生。なるほど。冗談じゃねえ。落ち着け錦山。そう、ああ、堂島組の例の若頭補佐。それなら聞いてます。そうだ、だがそれがから、ああ、そいつは厄介なもんで再会。そんなからくりがあったのか。所有者が行方不明。10億、たった一坪。ああ、空の一坪10億。クズは風間のおやす。いや、でもやっぱ何にしてもクゼは。ああ、おめえら今の状況わかるか。桐生が仇殺したってことで、その上組から追い出た。まさか。ああ、あのおやすさん破門された極道の末路は、一度上までのし上がった後で自殺したホームレスに元極。でもこいつの疑いさえ晴らしゃ。疑いを晴らすには。そうだ。でもこほらだ、柏木さん、とりあえず今とにかく何かいい。ええ、おやすさんに責任が。何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。桐生、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやすさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやすさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやすさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。
長い間お世話になりました。大丈夫だ。わかった。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。ああ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日、お疲れ様っす。親父は？ええ、ここで降りんのは俺一人。え？組長に伝えてくれ。ああ。すまなかったな、錦。本当にやるんだな、キリュウ。組長に話をつける。お前にす。またな。
組を抜けて。はい。ああ残念だったな。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。てめえ極道舐めてんの。あんたと話に来たわ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺。そばについてのし上がる。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山の中で生き埋めが一番かと。ああ死体は残せよ。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。実は俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。Yeah!
どこ